皆様、大変長らくお待たせをいたしました。ただいまより開式となります。開式の言葉、本日は公私ともご多忙の中、上田市名誉市民故金子博史氏上田市長にご列席をいただき誠にありがとうございます。ただいまより葬儀式を開式いたします。次に追悼の辞を葬儀委員長の上田市長土屋陽一より申し上げます。追悼の辞、金子先生の故郷信州上田の山々も目覚めの頃となり、まもなく草木が芽吹き、つぼみがほころぶ季節を迎えます。本日ここに上田市名誉市民故金子博史氏上田市葬を挙行いたしましたところ、ご遺族をはじめこのように大勢の皆様にご列席賜りましたこと、心より御礼申し上げます。上田市民を代表し謹んで追悼の言葉を申し上げます。金子博史先生は昨年8月23日満91歳でその生涯を閉じられました。生ある限りいつかは別れの時が来るのが世の常とは申しながら、末永いご健勝とご活躍を切に願っていただけに、ご逝去の方に接し失ったものの大きさに言葉もなく、誠に痛惜の念に堪えません。ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかと拝察いたします。ここに謹んで哀悼の意を表し、個人のご冥福をお祈り申し上げます。金子先生には生前幾度かお目にかかる機会がありましたが、温厚なお人柄で物腰柔らかく、いつでも穏やかな笑顔を称えられておりました。一方で周知の通り、東京大学法学部名誉教授を任ぜられ、租税法学を大成された赤学態度でいらっしゃいました。3年余り前、名誉市民称号贈呈式においてご講演をいただいた折には、学問の道は果てしなく日暮れて道通しと述べられており、年齢を重ねられても志千里にあり、研究に向かう意欲はいささかも衰えないご様子に、先生こそは真の学級の友であると敬服いたしました。金子先生の91年にわたる歩み、そのご功績の数々について一口に申し上げることはできませんが、ここで一つ一旦に触れさせていただきます。先生は昭和5年、旧殿城村、現在の上田市殿城でお生まれになり、上田松尾高等学校、現在の上田高等学校をご卒業後、東京大学法学部に進学されました。大学では行政法、とりわけ租税法を専門に研究され、課税要件の理論的解明という課題に取り組まれる中で、租税法を独立した学問分野として確立されました。昭和47年には租税法学会を創立され、初代理事長に就任されております。また東京大学をはじめとする複数の大学や税務大学校等で教鞭を取られ、後進の育成にも力を注がれました。昭和51年、45歳で上司された租税法は、租税法全般を網羅する体系書として関係者に読み継がれ、令和3年までに24版を重ねており、まさに租税法のバイブルとして高い評価を得ております。
研究や教育に加え、国の租税制度の進展にも尽力され、長年にわたり政府税制調査会の委員をはじめ、中央固定資産評価審議会会長や地方財政審議会固定資産評価分科会特別委員等を務められ、我が国の経済社会の構造変化に対応した公平中立簡素な租税制度の構築に寄与されました。さらに租税法学会理事長のほか、日本税理士会連合会税制審議会会長や公益財団法人日本税務研究センター副理事長等の要職を歴任され、研究者相互の交流や実務の分野における人材育成等に多大な貢献をされました。このような我が国の学術研究や文化の向上発展における顕著な功績から、平成24年には文化功労者に選ばれ、また平成30年には文化勲章受章の栄に寄付されました。いずれも上田市出身者として初の快挙であります。市ではその極めて顕著な功績を検証するため、令和元年6月市議会定例会において議会のご議決をいただき、同年8月上田市合併後3人目となる上田市名誉市民の称号を贈呈させていただいたところであります。改めまして、金子先生の生前のご功績と国政や地方自治の発展に対する多大なご貢献に敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。またそのようなご活躍の陰には、ご家族やご友人の皆様の温かいご支援があったものと拝察いたします。これまで先生を支えてこられたご家族や関係者の皆様にも改めて敬意を表する次第であります。金子先生はその数々のご功績により、私たち上田市民に大きな希望と誇りをもたらしてくださいました。先生が名誉市民の称号をお送りした令和元年は、市の新たな取り組みとして信州上田学がスタートした年でもあります。この地域の偉人、歴史文化、自然風土などを学ぶことにより、郷土に対する愛着や誇り、いわゆるシビックプライドを醸成することを目的に、公立大学法人長野大学などと連携した取り組みを進めております。先生の尊い志、偉大な足跡を胸に刻みまして、上田市から世界へと羽ばたく人材の育成や、市民が誇りや希望を持って将来にわたり住み続けたいと思えるまちづくりの実現に向け、今後も誠心誠意市政運営に取り組んでまいります。今祭壇に向かい、先生のご遺影を目の当たりにいたしますと、ありし日のお姿が彷彿としてお蘇り、万感胸に迫ります。改めまして、金子先生のご冥福をお祈り申し上げますとともに、生前のご功績と上田市に対する多大なご貢献に対しまして、深き哀悼の情と限りない尊敬と感謝の念を捧げまして、追悼の辞といたします。令和5年3月17日、葬儀委員長上田市長土屋雄一。次にご参列者を代表して2名の方からお別れの言葉を頂戴いたします。はじめに、日本税理士会連合会税制審議会専門委員長小池正明様、お願いいたします。金子先生、税制審議会では長い間大変お世話になりました小池でございます。先生が晩年お年を召してからは、会議等の公の場にご見えになることがだんだん少なくなり、お会いする機会が徐々に減ってしまいました。しばらくぶりで先生のお顔を拝見したのですが、このようなお別れの会で先生のお写真とお会いするとは思ってもおりませんでした。私ども日本税理士会連合会には、税制審議会という部署が設けられております。
我が国の有数な租税法学者、あるいはさまざまな業界団体やマスコミの関係者など、およそ30名の学識経験者で組織されております。租税制度について審議、検討し、意見を公表し取りまとめているところでございます。振り返ってみると、金子先生にその税制審議会の会長をお願いしたのは、1987年、昭和で言いますと62年でございます。そして昨年、先生がご逝去されるまで、実に35年間という長きにわたって、会長をお願いし、ご尽力をいただきました。私も税理士として、その税制審議会に約30年間、席を置いております。で、会の取りまとめをしてまいりました。したがって先生とは、この30年間にわたり、この審議会においてご一緒に仕事をさせていただくとともに、実に多くの教えを賜ったわけでございます。先生のご経歴や、我が国におけるご貢献につきましては、今日ご来臨の皆様方が、もうよくご存知のとおりでありますから、私から申し上げるまでもないことでありますが、かつて租税法は財政学の一部である、あるいは行政法の一分野であるという認識があったことも事実であります。そういった中で、この先の大戦後に、租税法という独立した学問分野を確立されたのは、まさに先生であり、私たち税理士が租税の専門家として、今日あるのも先生のおかげであると認識しておりますし、感謝しているところでございます。私事で大変恐縮ですが、私が先生と親しくさせていただいたのは、私も先生と同様に信州人であるということも多少のご縁かと勝手に思い込んでおります。いずれにしましても、我が国において多少なりとも租税法に関心のある者にとって、先生はまさに神様のような存在でございます。その先生にお近づきになれたのは私の人生にとって本当に幸運なことでございました。今日は先生のお別れの会ではありますが、ここで先生にお別れを言うことについては大変に心を痛めております。正直申し上げてお別れを言うことはちょっと差し控えたいと思っているところでございます。と言いますのも、先生にはまだまだ多くのことを教えていただきたいと思っているからであります。私もいずれは先生がおられる天上界に参ります。その際にまた先生とお会いさせていただき、今生では お聞きできなかったことをたくさん教えていただくつもりでおります。大変厚かましいお願いでございますが、お聞き届けいただきますようお願い申し上げます。したがって今日はお別れという言葉を申し上げません。私が天上界において先生にまたお会いするまで、先生はごゆっくりとお休みください。金子先生、今日はさようならではなく、それしばらくお休みいただきたいと申し上げて、失礼させていただきます。令和5年3月17日、日本税理士会連合会、小池正明。ありがとうございました。次に、市議会を代表して、上田市議会議長、佐藤紀之様、お願いいたします。上田市名誉市民、故金子博先生の上田思想に臨み、上田市議会を代表して謹んで哀悼の言葉を捧げます。金子先生は昭和5年、旧殿城村、現在の上田市殿城で生を受け、上田松尾高等学校、現在の上田高等学校をご卒業されました。高校生までの多感な時期をここ上田の地で過ごされ、その頃から将来は研究者の道を歩みたいという夢をお持ちであったそうです。東京大学法学部に進学され、同学部で助手、また
助教授と進まれる中で、当時は行政法の一分野と考えられておりました租税法の研究に取り組まれますが、そのきっかけとなったのが、戦後日本の租税制度に多大な影響を与えたシャウプ勧告であったと後に述懐されておられます。その後は全身全霊を尽くし租税に関する研究を重ねられ、特に課税要件の理論的解明という課題に初めて取り組まれたことは、租税法を独立した法分野に発展させ、今日の租税法学の基礎を築かれました。これら研究は租税法だけにとどまらず、地方税法においても公平適正な課税に多大な影響を与え、広く地方自治に貢献されております。また既存の租税制度の改善についても、長きにわたり政府税制調査会の審議に参加され、昭和63年の抜本税制改革の基礎となった答申の作成において中心的な役割を果たされました。特に固定資産税については地方財政審議会特別委員として総務大臣の諮問に応じて固定資産評価基準の改正に貢献されております。その他にも日本税理士会連合会顧問や国際租税協会日本支部長など数々の重要な公職を長きにわたり務められてこられました。さらに租税法全般を体系的に取りまとめられた金子博先生の著書租税法は一つのスタンダードとなっており、多くの税務関係者の拠り所となっておりますが、これまでに改訂を重ね、一昨年までには24版までの改訂が重ねられたそうであります。これは金子先生の研究への情熱が晩年に至るまでいささかも劣れなかったことをよく物語っております。これらご功績は言葉では言い尽くせませんが、まさに郷土の誇りであり国の宝であります。そしてこれら租税法学会の権威になるまでには、あらん限りの熱意と知恵を注ぎ山積する難題に完全と立ち向かい、ひたすら己の信念を貫き通された強い意志の結果であることは想像に難くありません。そしてそのお姿は私たちに多くのことを教えてくださいました。こうした多大な業績が認められ、平成30年には上田市出身者として、また租税法の分野では初めてとなる文化勲章を受章されました。上田市ではこの極めて顕著な功績を顕彰するため、令和元年に上田市名誉市民の称号を贈呈させていただいております。私たちは上田市名誉市民の金子博先生にはこの先お会いすることはもはや叶いません。名誉市民の称号をお送りした思い、金子博先生の足跡に対する尊敬の念と感謝の気持ちはこの先も変わらないことをお伝えいたします。ここに金子博先生のありし日の笑顔を忍びつつ、心からの感謝と哀悼の意を捧げます。令和5年3月17日、上田市議会議長、佐藤紀之。ありがとうございました。次に、個人の生前のご功績を忍び、追悼映像をご覧いただきます。
金子博様は父良平様、母寅様の次男として、昭和5年小佐方郡殿城村、現在の上田市殿城にてお生まれになりました。豊里殿城国民学校、現在の宝殿小学校で少年時代を過ごされます。その後、旧制上田中学校から上田松尾高等学校、現上田高等学校へと進まれました。昭和24年に東京大学法学部に進学され、助手を経て昭和31年に25歳で同学部の助教授となられます。助教授となって間もなく租税法の研究を始められましたが、最初に取り組まれた文献の一つがシャウプ勧告であったそうです。難解で苦労しながら読み進めたものの、読み終えた時には大変な感銘を受け、深い感動を覚えたと後に述べられています。昭和45年に当時の大蔵省の税制研究調査団の一員としてニューヨークを訪れた際、初めてシャウプ博士と対面を果たされました。シャウプ博士の気さくで温かい人柄に触れて緊張がほぐれたと述懐されています。その後も後年に至るまで家族ぐるみの親交が続いたそうです。そして、当時はまだ租税法は独立の法分野ではなくて、行政法の一部のように考えられておりましたけれども、昭和24年、戦後の日本の税制改革のためにシャウプ使節団がアメリカからやってまいりました。シャウプ博士を代表とする、学識者が大部分の、施設団でございます。そしてこのシャープ施設団は日本の税制や税務行政、国地方を含めてでございますけれども、調査いたしまして、全面的な、日本の国税地方税、それから税務行政の改革を勧告したわけでございます。そしてシャープ勧告の中に、日本の大学の法学部では租税法の研究が行われていないけれども、日本の大学の法学部は租税法の、教育と研究を十分に行うように租税法の講座を設けるべきであるという一節があったわけでございます。昭和41年35歳の時に厚子様とご結婚されました。時に厳しい研究の道を厚子様が支え、共に歩んでこられました。昭和51年45歳で上司された体系書である租税法は24版を重ね、まさに租税法のバイブルとして今日まで読み継がれています。また政府税制調査会をはじめとする国の諮問機関の委員や会長を長年にわたり務め、租税制度の進展に尽力されたほか、租税法学会理事長をはじめ、日本税理士会連合会や公益財団法人日本税務研究センター等の要職を歴任され、人材育成にも力を注がれました。多方面にわたる功績が認められ、平成24年には文化功労者に、また平成30年には文化勲章受章の栄に浴されました。いずれも上田市出身者として初めてのことです。国政や地方自治の発展に対する顕著なご功績と、上田市民に大きな希望や誇りをもたらしてくださったことから、令和元年8月に
上田市名誉市民の称号が贈られました。それでは上田市名誉市民の称号の贈呈に移らせていただきます。それではお願いいたします。本日は盛大な名誉市民授与式を開催してくださいまして、誠にありがとうございました。昭和51年に先ほどお話のあった租税法の第一版を刊行することができたわけでございます。でその後版を重ねてご紹介、先ほど神津会長からご紹介ございました通り、なんとか23版までこぎつけたわけでありますが、現在24版、なんとかして24版、あるいはできたら25版も出したいと思っているのですが、それは困難だと思いますが、まああと1回だけぐらいはなんとかしたいと考えております。気ぶれて道通しという言葉がありますけれども、やっぱり何というか一つの学問分野を研究していますと、やることが次々と出てきて果てしなくこう目の前にこう荒野が広がっているという感じで、すべきことが次々と頭目に入ってくるわけであります。本日は本当にありがとうございました。晩年まで精力的に研究を続けられましたが、退官後は上田の実家に時々帰り、庭いじりなどをして過ごす時間を好まれたそうです。厚子夫人やご家族と過ごしたかけがえのない時間の中で、尽きることのない情熱を研究に注がれました。上田市名誉市民金子宏様は令和4年8月23日永眠されました。ご冥福をお祈り申し上げます。次に指名献花に移らせていただきます。それでははじめにご遺族の皆様にお願いいたします。
次にご遺族を代表いただきまして金子厚子様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。金子様、よろしくお願いいたします。本日は亡き夫金子博氏のために上田市市民葬をご開催ください、またご参集いただき誠にありがとうございました。お集まりくださった市民の皆様、市民葬開催を決定してくださった上田市議会、準備を整え実行してくださいました上田市役所の皆様に感謝申し上げます。亡き夫も喜んでいることと存じます。亡き夫金子博氏は上田市に生まれ育ちました。仕事が忙しかった頃には年に一度帰郷できるかどうかという状態でしたが、退職後には殿城の実家に1、2泊しながら庭いじりをするのを楽しみにしておりました。亡くなる 2、3 年前からは体調のこともあり上田に帰ることは叶いませんでしたが、現在は上田市の菩提寺にて永眠いたしております。最後になりますが、本日このように市民葬を開催していただき心より御礼申し上げます。ありがとうございました。平式の言葉を上田市教育長峰村秀則より申し上げます。本日は大勢の皆様方のご臨席のもと葬儀式を滞りなく進めることができました。誠にありがとうございました。それでは以上をもちまして、上田市名誉市民故金子博氏の上田市葬を閉式といたします。